おはよう。さあ今週も毎日お弁当を作っていくよ。今週は5日間お弁当作ったので、よかったら参考にしてみてね。それではスタート。まず人参とヤングコーンとピーマンと厚揚げとちくわを準備します。そんで全部一口大にカットしていくよ。人参は使いかけのがあったので、ちっちゃいやつと大きいやつ斜めに切ってから千切りにしていくよ。まず月曜日のお弁当はおかず4品とご飯と梅干しって感じだね。ちくわはチーズを、スライスチーズを持ってきて、ちくわのくるくる焼きを作っていくよ。ちくわ半分にスライスチーズの4分の1を入れて、こうくるくるっとして爪楊枝でブスッと刺す。爪楊枝がなくても大丈夫、竹串があれば適当にポキッと折って、それでブスッと刺したら完成だよ。あとは鶏のもも肉を一口大に切っていくよ。これはもともと切れてたやつなんだけど、ちょっと大きかったし早く火通したかったから、さらにちっちゃく切って、それを片栗粉をまぶしたよ。でまず火が通りづらいものから焼いていくよ。鶏肉と厚揚げとちくわのチーズ、違う、ちくわのくるくる焼きを作っていくよ。厚揚げにはピーマンも入れて、人参とお肉、そんでちくわとヤングコーンも焼いていくよ。ちくわはね、もうすぐ火が通るから焦げないようによく見てあげてね。鶏肉はすごい油が跳ねちゃうから、この油跳ね防止のやつ、なんて言うんだろう、これ跳ねないやつをかぶしていくよ。あ、ほらちょっとちくわ焦げちゃった。まあ味はそんなに変わらないから、まあいっか。厚揚げにはお醤油かけて、お肉と人参にはみりんもかけたよ。お塩は全体に振った。で、キノコも余ってたから、お醤油で味付けしたよ。おかずの準備が整ったから盛り付けていくよ。ご飯は 200g 入れて、大きい大葉で仕切るよ。大葉は抗菌効果もあるから、お弁当にはもってこいの食材だね。ちくわチーズのくるくる焼きを入れてから、人参と鶏肉を入れて、えのきも入れて、そうだ、この日はね、卵がなかったから卵なしのお弁当を作ったよ。月曜日はさ、買い出しし忘れて、あ、卵買わなきゃって思ったんだけど、なかったから、まあこれでオッケー。はい、火曜日は焼き鮭も使ってお弁当を作っていくよ。まずピーマンと厚揚げを一口大に切っていくよ。で、しめじとえのき、きのこいっぱいだな。で、卵は昨日の夜買ったので、やっと登場。卵焼きを作っていくんだけど、いつも通りお水大さじ1とお醤油、みりん、お砂糖を小さじ1入れてよく混ぜる。米油を敷いて、まずは焼き鮭と厚揚げとピーマン、これは厚揚げとピーマンってさ、昨日と一緒だよね。まあいっか、卵焼きがあるから何でもいっか。みりんとお醤油で味付け。卵焼きは焦げないように弱火で焼いていくよ。卵焼きが出来上がりそうになったら、キノコも一緒に入れちゃって時短にする。いい感じに焼けたら取り出そう。お醤油で味付け。鮭は焼けたらひっくり返そう。キノコってさ、安いくせに食物繊維たっぷりで最高の食材だと思うんだけど、ダイエットにも向いてると思うんだよね。まずご飯 200g を詰めて、大葉で仕切ろう。で、鮭をトンと乗せてから、卵焼きをいい感じに乗せる。で、隙間にキノコを詰め込んで、厚揚げピーマンも入れて、最後にトマトと梅干しを入れて赤を添えたら、よいしょよいしょ、黒ごまパラパラ、完成。火曜日のお弁当も美味しそうだ。はーい、水曜日。水曜日はこの日はね、お弁当縦に、ご飯を縦に詰める感じにしたよ。人参をピーマンの、ピーマンじゃない、ちくわの中に入れて、断面を見せて可愛くするのを作っていくよ。ちょっとおかずの名前はわかんないんだけど、ちくわの人参刺し、いや可愛くないな、まあいいか、それを作っていくよ。厚揚げとピーマンはいつも通り一口大に切っていく。鶏のもも肉も一口大に切って、昨日と一緒の卵焼きを作るよ。これはね、片栗粉まぶしてる。はい、卵焼きはよく混ぜていきましょう。お肉と厚揚げを一緒に焼いていくよ。ピーマン
マンと人参できんぴらを作っていくよ。玉ねぎは真ん中のレンでいつも通りくるくるっと焼いていくよ。ちくわはね、ちょっと火が通りづらいから人参を先に焼いてから、その焼いた人参をちくわの中にブスッと入れるのが一番いいやり方だと思う。ちょっと私は人参中が硬かったから、あー失敗って思いながら食べちゃった。人参とちくわのきん、違う、人参とピーマンのきんぴらを入れてから卵液を詰めて、鶏肉と厚揚げのオイスター炒めを入れたよ。でちくわを彩りよく入れて、最後にキノコたちを詰めたら水曜日のお弁当も完成するね。梅干しとトマトで赤を追加して完成。水曜日も美味しそう。木曜日のお弁当を作っていくよ。木曜日はちょっと寝坊しちゃったからのっけ弁当を作っていくよ。まず人参はスライスして薄切りにして、ピーマンも千切りにして早く火が通るようにするよ。そんで今日は卵焼きを作っている時間なんてねってことで、なんて、いり卵を作っていくよ。でもね、味付けは卵焼きと一緒なの。まず真ん中で鮭を焼いて、いり卵を奥で作るよ。あっという間に火が通るからね、焦げないように気をつけてね。でその後に薄切りした人参も焼いていく。これもすぐ火が通るから目を離さないようにしてね。鮭とちくわを焼いたら、お塩で全体を味付けして、ピーマンにはみりんとお醤油、人参はお塩だけで味付けしたよ。これあっという間におかずができたから盛り付けていく。まずちくわで高さを出してから鮭を乗せて、ピーマンで緑、人参でオレンジ追加していく。そんでちょっと焦がしちゃったいり卵も入れて、ちょっと隙間ができたから人参入れてトマト乗せたら完成。はい、今週もよく頑張りました。最後の金曜日ははんぺんボールも作っていくよ。今日の人参は千切りにしていく。はんぺんはブスブスブスっと袋の上から潰して混ぜやすいようにして、冷凍のコーンとマヨネーズ、片栗粉も入れてよく混ぜてから丸を作っていくよ。鶏肉は一口大に切って片栗粉まぶす。で卵液はいつも通りお醤油、お砂糖、みりんとお水で味付けだよ。火が通りづらい人参と鶏肉から焼いていく。真ん中のレーンではいつも通り卵液。今週はね、全部15分くらいでお弁当を作れたから、急いでる朝でも作れると思うし、だいたいおかずの使ってる食材は同じようなものだったから、1週間に1回買い出ししちゃえばもう私が作ってるお弁当は作れちゃうから、めんどくさがりな方におすすめなお弁当習慣だと思うよ。鶏肉にはしめじも入れて、みりんとお醤油で味付け、人参も同じ味付けにしたよ。ご飯 200g を入れて大葉で仕切る。卵焼きも乗せて、ちょっとよいしょ、はんぺん入れてから隙間を作って、鶏肉ときのこ、隙間に人参入れて、トマトで、はんぺんがもう一個入りそうだったから詰めてみた。最後まで見てくれてありがとうね。チャンネル登録